工房施設の永田です。今回はクローズドエンド施設チタンタイプ万年筆の方を紹介したいと思います。ちょっと中は片手なのでできないので外だけ紹介していきます。こちら象牙に金継ぎをしたものですね。実は割れて金継ぎをしたのではなく、髄がちょっと汚かったのでそれを隠すための金継ぎをしました。そしてこっちがローズウッドのコブですね。いつものホンジャースローズウッドのコブではないんですけど、インドローズのコブなんですけど、完璧というんじゃなくて、ところどころちょっとコブが出てるんです。すごいインドローズでも出るんだなという珍しさではなかなかだと思います。次がこちらが奈良のチヂミ木ですね。奈良の木でもこんだけの木が出るということです。そしてこちらが小笠原桑の木ですね。まあ、ちょっとこういうところが出てます。小笠原諸島の固有種の桑ですね。これぐらい濃い、ほぼ真っ黒になっていくんです。でも削った瞬間はちゃんとあの桑の黄色がちゃんと見えるんですけど、あっという間にこういう色になっちゃいますね。そして花輪の古木、紅白の方ですね。こういう感じ。そしてこれがデザートアイアウトの古木。このちょっとだけツートンですけど、まあこの辺関係ないですね。まあ、万年筆には一番いいとこ持ってきましたので、やっぱり。抜群にいいですね。硬いんです。でもやっぱその分いい艶出ますね。そして黒書きですね。この間プログで乗せたものを削ったものです。あ、思った通りバッチリ全体的に出ました。そしてもう一本ですね。こちらがちょっと木目が流れたって感じですね。でもキャップの方はいい木してます。まあ、ちょっとお値段違いますね。そしてこっちも黒柿ですね。完全な孔雀木というわけではないんですけど、なぜこれが作ってあるかというと、この間紹介したコンプロットウーノのこの木と実はこれはトモギなんですよね。かなり場所が離れてたんですけども、同じ木ということでセットにできないかなと思って作ってみました。でも決してセットにする必要はありません。基本的にクローズドエンドを買っていただくと、このコンプロットウーノのボールナット、普通の木ですね。こちらの方がケースとして最初からついております。これを含めてのお値段となります。でも、こういう他の木ですね。いい2万5000円や3万5000円で売ってるような、そういういいやつに変えたいという場合、ちゃんとこの分のお値引きはして、ちゃんと計算しますので、良ければ選んでください。まあ、特にこういう花輪とかはね、同じ花輪がありますので、揃えたいという方もいらっしゃいます。まあ、黒柿、今回、この2本、プラス1本ありますね。これをこちらと合わせていただくのもおつかなと思います。なかなか黒柿のコンプロットは出てきませんので。ではでは、また、ペン&メッセージさん来ていただければ、試し書きもできますので、ペン先の方も、F、M、B と3種類に増えてます。またそちらの方で試し書きしてください。またよろしくお願いします。